行していきたいと思いますけども、はい、まあ、今日は元部、まあ、ある種大本命みたいなところもありますけど、そうですね、元部ありそうですね。数字といえば元部みたいなイメージありますけどね、はい、うん、すぐ出てきそうですね。そうだよな、入り口から、うん、もうここはもう完全に車削りますね今日は。いや削らないです。今日はこの動画ぜひ皆さん見ていただいて、最後まで見ていただければ秋のりのこの軽自動車が傷つく瞬間が見れると思いますんで。ダメです、そこは、まあ、主がいいかダメかっていう問題じゃないからな元部がいいかダメかっていうどうしますか、そういうの道に入ってみろ。はい、中学校の時はたまったり怖い場所だったりしましたけどね。左に行って右行きますか。右、しかも数字バンドです。そうっす、左に行こうか。ちょっとこっち行ってみろ。左、道幅を狭めてきました、ね、狭めてきましたねそうですね、ちゃんと数字が車を通るようにやってる。やってますね。どっかにまだ昔のまんまのところがありそうですけど、あるでしょうね。ここはいいだろうって言ったら車がわずかな。へえ、本当ないよ。このまま行ったら大通りに出るな。大通り、大通りが見出てきそうな感じしますけどあ、こっちかな。ちょうか、あー、名残あります。ちょっとこっちだ、おばあが出てきたところもある。あ、あ、ちょっと、あ、今なんか重列ですね。重列、しかも重列じゃないな。そしておばさんグラスだな日差しがちょっと強いから強いから、笑っちゃう。じゃあ大通りに出ましたね。あ、これもう大通りなんですか。大通りでしょ。ちょっと、はい、ちょっと、あ、職場の家だけど、駐車場になってるけど、こっちで昔鳩飼ってたんだ。鳩を飼えてたんだ。レースバト嵐っていう漫画があって、ちゃんと帰ってくるかみたいな。あ、そう、基礎本能があるからね。レース、それでレースをして、はい、右折でしょ右折が一番嫌でしたよこの選択肢の中で右折でしょ。ちょっと降りてみます。元は簡単に見つかるな。そうですね。あれ、角をクリアしたらすぐ径がありますけども、行ってみますかね。この先に車が。はい。行けない。行けない。じゃあ左。クリアした。左後ろタイヤ上手だな。今あっちの一番左後ろギリギリだったの分かる。あ、分かん。分かん。感覚です。あ、死にギリギリだった。これをギリギリでクリアしちゃった。あの出っ張り、出っ張り知らなかったです。あ、知らなかった。あの出っ張りあるの知らなかったです。偶然もまた、でもこれ実力ってことよね。あと、やが右折左折で
右往左往してる時に、はい、こっち側でさっきのサングラスかけたおばが応援してて、はい、応援してて頑張ってるねみたいな顔で見てたよ。多分吸ってるんじゃないかな。コンセプトでしょ。わあ。おばあがこっち曲がりよったから。おばあおばあついてってるみたいな。おばあ先導のもと。そう。もう一度。ああ。これ説。ここは結構簡単なんじゃない。曲がってからが広い。左側って当たります。このなんで左のことしょっちゅう俺に聞く。だって見えないから。あっち見えないんすよ。左。右のこと言うよ。左やべえ。俺右やる。右見えるんすよ。右見えるんで。ダメじゃないか、あっちが。いける？ここでハンドル切ったらもうあれぶつかるよ。おお、すごいな。大丈夫。おお。全部大丈夫。すごいな。いったね。やるですさ。もっともちょっと多すぎて結構きついっすね。休む間もなくどんどん来るよ。オーバーももう見失ってたから。そうですね。オーバーどこ行ったんですか。オーバーどこ行ったかな。右折かな。あ、これ行けないかな。これこれは、ああでもこれ行けます。行けるわ。これ行けます、ね、行ける。これ行けます。行ってみよう。じゃあ行ってみます。行ってみます。多分行けます、ね、行けるこれ。いける？たぶん朝顔もあるよ。そうなんですね。朝顔がこんな綺麗な。そうですね、うん、危ない。ちょっとごめんなさい。はい。はい。おお。通った。通った。もう大丈夫か。ここはもう大丈夫かな。
一旦ミラー出してみたけどぶつかるから閉めたな。あ、見てるんだ、一応見てるんだ。はい、もうここもすごい隙間通った。通りました。通った。戻します。すごいね。あの朝顔のところ、はい、ゆっくり折らないように頑張って通ってたさ、はい、あの時にちょっとこっち側がほらこちらにも朝顔の葉っぱとかがわーってなってさ、なんか前髪が長い人みたいな感じ。車が優しくゆっくり茎に当たらないようにちょっと前髪を垂らしてる人みたいな、横に流してみたいな人みたいな。うわ、もう通れば通るだけ、そこが全てこれ数字はですね、素晴らしいね。いいとこあるね。次に左折があるんじゃない。あ、これあ、これ、うん、あ、これは角張ってますね。角張ってるね。ちょっと。いい石岩島もあるからよ、はい。簡単に外部の人は受け入れないはずだから。気をつけろよ。一発いける、いける、一発クリア、すごいな。一発だな。やりました。うん、怖いのは下にボッコイがないかっていうことだけがいつも怖い。はいはいはい。ちょっと今なったんだけど、また大通り。大通り、大通りではないですけど、うん、完全の大通りで。ここですか。うん、じゃあまっすぐ左折かな。電柱もあるし。そうっすね。いろいろあります。あ、開けるよ、ここ下。あ、ここやるよ。ああ、出ました。こっちか。ここだな。こっちか。いや、でも、まあ、1階でもいいか。1階でもいいそうだな。頑張るな。無理なことないかもしれない。もしかしたらいけるかもしれない。いけるいける。左もあのぼっこい大丈夫ですか。なんで左俺ばっかり。見えないんですよ。左見えないんですよ。一応大丈夫。これいけます。いけそうだよ。ちょっと待てよ。はい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 。おお、通った。あ、車も来た。あ、通ったよ。一発だな。一発できたよ。今のは完全に勘でした。ああ、勘でいいの。今でもベストポジションだったんだよ。わ、
もう通れば通るだけ全部、まあ、これもあれだな、タンクも沖縄ならではなんでしょう。ああ、スタンク、スタンク最近減ってきてるけどね。そうですね。もともと断水対策でどの家庭にもありましたけど、左行く、左超大通りだな。ほら、なんかお家のところがあるじゃん。焦げてる匂いしたけどな。多分エンジンが、エンジンがどんどん回ってるんで、その匂いですね。してるかな。ちょっとタイヤ気になるんで、後でまた見ます。いい感じですね。いい感じですね。元部は全てが数字道でした。はい。だな。削れなかったな。それだけがちょっと、またちょっと削る削る詐欺になってしまったな。削らないんですよ。別に削るコーナーじゃないんで。俺が削ろうか。だめです。そしたら君は絡むのにとかね。スタジオ回るっていうのがいいな。さよなら。さよなら。